皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンは正しいスイング軌道で、クラブを振ろうということですね、やっていきたいと思います。まず2本のクラブを用意してください。8番9番今用意しています。このクラブをですね、クラブの向きを合わせていただいて、ここのグリップポジションをですね、こういう形で合わせてください。でここでクラブを握っていきます。こういった形で合わせていきます。ここでですね、まずアドレスを作ります。これもグリップはですね、太いので牛握りで大丈夫です。この状態からスーッと引いていきます。このポジションですね、腰のポジションではこのクラブが目標方向と平行になっているかどうかチェックをしてください。そしてそのまま肩のポジションに上げていきます。この時にはこのクラブのこのラインがボールの後方を指すように作っていきます。そのままトップ、このポジションでは目標方向に平行になっているのをチェックしていきます。そのままダウンスイングです。腰を回した時に手の位置が腰に来た時、ここでも目標方向になっているのをチェックしてください。そのままインパクト、ここですね、このラインはこの状態で、ね、フェース面がまっすぐになっているのを確認していきます。このままフォローです。この状態です。ここで目標方向と平行になっているのを確認していきます。でここのフォローのポジションがちょっとポイントになるんですけども、ここで手を返そうとしてしまったりとかすると、このクラブのここの部分がですね、左の脇腹にこうドンと当たります。この動き、ここがボンと当たらないように腰を回して体を回していきます。こうすることでここの体に対しての空間というのは作られた状態でインパクトに入っていきます。ここで手を返してしまったりとか肘を抜こうとしてしまうと、ここにぶつかってきます。ぶつからないように体をグッと回していきます。このような形でスイングをしていきます。ここからはですね、ちょっとぶつかってしまいますのでスイングは作れないんですけども、この今のバックスイングのラインですね、ここここここ、このライン、インパクト、フォロー、ここまでしっかりと覚えていきましょう。それではですね、今の踏まえて一度つなげない状態で素振りをしてみます。はい、このような形です。こうするとですね、どうしてもこう縦に体が起き上がってしまってフォローが高く縦に振ってしまう方もですね、この正しいスイング軌道ですね、フォローのこのポジションからの大きいフォローっていうのが作れるようになってきますので、この動きやってみてください。それではですね、一度これを踏まえて打ってみたいと思います。それではですね、このような形でスイング軌道一度チェックをして正しく振れているかどうか、ポイントを抑えながら練習をしてみてください。それでは本日のレッスンも以上で終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。